道を歩くとき目を閉じてごらん。風の中に聞こえるマントルピースの独り言。山中キャンプは1923年小林弥太郎によって開かれた日本で最初の組織キャンプ場です。このファイアプレスには昔メインホールがありました。太い柱が2本あってみんなで食事をしたり歌ったり、子供の目にはすごく大きな建物に見えたものです。隅の方にはマントルピースがあって、このキャンプの歴史をずっと静かに見つめていたような、そんな気がします。それは昔のこと、ここには大きなお家がありました。太い柱が2本、そして赤い屋根、セミも一緒にハーモニー。道を歩くとき目を閉じてごらん。風の中に聞こえるマントルピースの独り言。山中キャンプは第二次世界大戦の後で接収されそうになったことがあるんです。その時東京 YMCA の主事だった原直次郎が家族 と一緒に移り住んで耕してキャンプを守ってくれました。たくさんの人々がここで若い人たちと生活を共にし命を育てます。その時に決して忘れてはいけない歴史、消えてはいけない名前、いつまでも覚えておかなければいけないことだと思っています。それは昔のこと、ここにはおじいさんがいました。日が昇り日が沈むまで刻んでいましたリズムを。それは昔のこと、ここにはおばあさんがいました。子供たちと遊びながら歌っていましたメロディー。道を歩くとき目を閉じてごらん。風の中に聞こえるマントルピースの独り言。それは今年のこと、ここには若者のシンフォニー。でもみんな知っていますか、リズムメロディーハーモニー。道を歩くとき目を閉じてごらん。風の中に聞こえるマントルピースの独り言。風の中に聞こえるマントルピースの独り言。
つ一つは大切なあなたへの贈り物。の星は空に凍り、命の響きを歌います。一つ一つはかけがえのない。